6月11日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しています。今日の全引けは117円ちょうど高の 39,155 円16銭となりました。トピックス東証株価指数も 5.78 ポイント高、 JPX 日経予約 58.12 ポイント高とそれぞれ続伸です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 45%、 747銘柄、これに対して値下がりが約 50% の815銘柄、変わらずが 5%、 84銘柄という全引けの構成。トピックス規模別株価指数はいずれも上昇、大型中型小型揃って小幅に上昇しています。商いは昨日に引き続いて低水準、全引け段階東証プライムの売買高は6億5400万株余り、売買代金が1兆7437億円、1兆7000億円台で全引けとなりました。このペースで1日推移すれば1日通しては3兆円台半ばということですから、昨日よりは若干多くはなっておりますが、それでも最近としてはかなり少ないペースということになります。今日は朝方から買い注文先行して日経平均株価上昇しています。午前10時前の時間帯には上げ幅が300円近くに広がる場面も見られています。昨日10日のアメリカニューヨーク株式相場におき市場におきまして、ハイテク株などが上昇、特に半導体関連株などが上昇して、戻ってきました。この結果ニューヨークでは S&P500 およびナスダック総合指数などが最高値を更新しております。この流れを受ける形で東京市場でも半導体関連株などに買いが入って指数を押し上げる形となりました。最も水準的には3万9000円台を超えてきているということなどもありまして、朝方の買いが一巡した後はやや伸び悩み、今週にはアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC、 あるいは週後半には日銀の金融政策決定会合など重要なイベントを控えているということなどもありまして、積極的に上値を買い進む動きは限られているという状況です。この結果商いも低水準にとどまっておりまして、それ以上に売り物が少なくなったということで小口の買いで全体的には堅調な試合となっているというのが今日の前場であります。そういった中で個別の値上がりが目立った銘柄としましては、卵黄由来のサプリや化粧品の通販などを手掛けておりますファーマフーズ2929が急騰しています。前場では値幅制限いっぱい、ストップ高となる場面が見られています。昨日の引け後に今7月期の第3四半期決算、去年の8月から4月までの9ヶ月間の連結決算を発表しておりまして、これが好調だったということが好感されています。逆に下げた銘柄としましては製薬会社のエーザイ4523、こちらが 3% ほどの下落となって全引けとなりました。こちらはアメリカの食品医薬品局、いわゆる FDA の諮問委員会がアメリカの製薬大手イーライリリーが開発しましたアルツハイマー型認知症治療薬ドナネマブ、これ新薬の承認をするように全会一で勧告したということが明らかになり、このエーザイなどが開発いたしました、開発してすでに承認されております同じ効果の治療薬のライバルになるという見方が広がり、売り注文が優勢となっています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。